コンポーネントステレオの一例。最初からワンセットになっている例。画像はテクニックスブランドの SCHD51。松下電気産業製で世界市場向け。この写真では最上段が CD プレイヤー。二段目がカセットデッキと呼ばれるカセットテープのプレイヤー兼レコーダー。三段目が FM と AM のチューナー。4段目がアンプ。積む順番は ユーザーの好みで変更できる。別の例。フルサイズと呼ばれるサイズのユニット群。左側はチューナー、アンプ、カセットデッキ。右側はレコードプレイヤー。これは日立製の例。さらに別の例。東ドイツ側の RFT という製造業者協会のブランド。ミニコンポと呼ばれるサイズの例。横幅が小さい。置き方の一例。 棚の各段にバラバラに置いた例。特にオープンディールはその上に他のコンポーネントを積み重ねないのが一般的。この写真はルボックスブランドのコンポーネント群置き方の一例。これはおそらく DIY の棚。レコードプレイヤーの置き方の工夫例。この写真のコンポーネント群は複数のメーカーのものを組み合わせた例。すべてフルサイズを選び、しかも筐体色を 意図的に黒色で揃えることで見た目の統一感も実現した例。なお最初からワンセット販売のシステムコンポーネントではもっと美麗な棚がメーカー側で用意され別売り方式で販売されることも多々ある。今購入すれば棚もお付けしますなどと販売推進の材料としても使われた。コンポーネントステレオはスピーカー、アンプ、 プレイヤーなどがそれぞれ独立し単体化された形態のステレオ略してコンポと呼ばれることもある各部分ごとに買い替えて部分ごとにグレードアップが可能であるコンポーネントステレオの入手方法はいくつかありあらかじめメーカー側がコンポーネント群を一組ワンセットにして販売している状態のものを入手する方法もあるしユーザーが 各コンポーネントを別々のメーカーから個別に購入して自力で組み合わせて構成する方法もある。なお、コンポーネントステレオのコンポーネントうち、特にアンプやスピーカーユニットは自作が可能であり、熱心なオーディアマニアの間では古くから自作が行われており、現在でも行われ続けている。各コンポーネントは、例えばアンプおよびスピーカー。 それに加えて、に基づいたメーカー側の判断や、各ユーザーの好みなどに応じて、レコードプレイヤー、録音された磁気テープの再生装置、CD プレイヤー、またラジオチューナーなど。大きさに関しては、業界でフルサイズと習慣的に呼ばれるサイズは、19インチラック収容の業務用機器に半を取った幅19インチ、またはここから、 マウント用の耳の分を除いた幅17インチ程度の大きさが一般的。それに対して幅を35センチメートル程度以下とした小型のものはミニコンポと呼ばれる。コンポーネントステレオの中でもいわゆるオーディオマニアが購入する高級オーディオ機器の場合は通常フルサイズである。スペースを余計に取り部屋が狭くなってしまうことを避けることの方が重要だと判断するユーザーは ミニコンポを選ぶということになる。コンポーネントステレオ自体は古くから存在しており、1958年に日本ビクターから発売された日本最初のステレオレコード再生装置、STL-1S もレコードプレイヤー、インテグレーテッドアンプ20センチメートルフルレンジバスリフ型スピーカーシステムに大の k 四点からなるコンポーネントスタイルだった。しかしこれは、 価格的にもサイズ的にもおいそれと買えるようなものではなかった。1959年にやはり日本ビクターから皇太子殿下、道子比護成婚記念モデルと銘打って発売されたアンサンブル型ステレオ STL-3 は大卒初任給が12,700円の時代に依然として高価だったにもかかわらず大ヒットとなり、ここにアンサンブル型が ステレオの定番として定着した。アンサンブル型とは、レコードプレイヤーラジオ中のアンプスピーカーなどが、すべて一体化されたタイプである。大行のセットで一体化するとあまりに巨大で重くなってしまうため、必然的に比較的小型のセットに限定される。またスピーカーまで一体化されているため、レコードプレイヤーに振動が伝わり、音響的には悪条件となる。このため、 特にレコードの再生で音質が悪く、後に捨てれることになるが、ともかく一時代を築いた。CD ラジカセなどの祖先とも言える。1960年には、福音電機からセパレート型ステイレオパイオニア PSC-1 が限定発売された。セパレート型とはアンサンブル型から左右のスピーカーを分離したもので、これにより、セットを大型化することが可能となり、 またスピーカーの振動が伝わらなくなることで音質が格段に向上する。しかしその分大掛かりで高価なものとなってしまい、当初はあまり売れなかった。しかし、日本が豊かになるにつれアンサンブル型との違いが知られることとなり、また家具強度としての見栄えも良く、1960年代後期にはアンサンブル型はスタレ、セパレート型が取って変わった。 アンサンブル型ステレオやセパレート型ステレオは、その大きさとデザインから、家具調ステレオとも呼ばれるが、その一方で1960年代後期くらいから、卓上セパレート、モジュラーステレオなどと呼ばれる小型のステレオ装置が登場してきた。真空管に代わって、新しく使えるようになったトランジスタを用い、セパレート型を卓上サイズにしたもので、それまでの家具からの脱却が見られる。 後のミニコンポの祖先とも言える、コンポーネントステレオは欧米では先行して普及していた。しかし、真空間回路では、信号系のトランスに使用する日本製のコアが劣悪で、日本製のコンポーネント機器は欧米では全く勝負にならなかった。ところが、トランジスタが実用になると信号系のトランスが不要になる。まさに欧米に打って出る。 潜在一遇のチャンスが訪れたのである。1965年にソニーが日本初の全シリコントランジスタステレオアンプ TA-1120 で高級コンポーネントステレオ市場に参入するが、同じ頃、日本の多くの企業が高級コンポーネントステレオに舵を切ったのである。1973年頃からはセパレート型ステレオに変わり、 日本でもコンポーネントステレオが主流となった。システムコンポーネントはメーカー側であらかじめ組み合わせでうまく動作するよう設計されたコンポーネント群でワンセットで販売されたコンポーネント群である。コンポーネントのコネクタには様々なものがある。電流の量、最大値などの設定は機種ごとに設計が異なっていて、組み合わせ方によっては回路が破壊されてしまう場合もあった。 バラバラに購入するのが当たり前であった時代、ユーザーたちはカタログなどを読み込んだり、店舗に行って実物を確認するなどして、コンポーネントとコンポーネントが組み合わせられるのかそうでないのか、わざわざかなりの時間をかけて確認しなければならなかった。そういう作業をしてもスペックの数値が明記されておらず、どうにもわからないものも多かった。製品が店頭になく取り寄せの場合は、 あらかじめ確認することもできなかった。わざわざ貴重な時間をかけて検討してから、多額の費用をかけて購入しても、いざ自分の手元に届いてから組み合わせようとした段になってコネクタが合わず組み合わせられないと判明したり、例えばアンクとスピーカーのインピーダンスが合わずまともに音が出なかったり繋いだと端に壊れてしまうという悲惨なことも起きがちだった。 かなり知識や経験を積んだ人でも、組み合わせの失敗は頻発したので、ましてや、初心者にとっては、各、コンポーネットがうまく組み合わさって、回路が壊れずまともな音量で、スピーカーから音楽が放たれるかどうかは、一種の賭けのような状態になってしまっていた。初心者、中級者は、いちいち上級者や、あるいはたまたままともな組み合わせ例を見つけた人などに、尋ねてからしか安心して、 各コンポーネントを購入できなかったり、あるいは販売店の店員の言いなり状態になって購入するしかないという極めて理不尽な状況に置かれた。あるいはメーカー側が作成した高額なコンポーネント機器のカタログに組み合わせ例として掲載されている通りの組み合わせで買うしかなかった。それでも失敗は頻発した。いざ接続して、 音が出なかった場合、一体どこに問題があるのか原因もわからず、新たに追加したコンポーネントの初期不良なのか、組み合わせが悪くて、今のところならないだけで今後工夫すればなるようになるのか、それとも接続した途端に回路が壊れてしまって、今後絶対にならないのか、ユーザーには判断がつかなかった。高いお金をかけて、各コンポーネントを購入しても無駄になり応存。 してしまう可能性が高いようではバカバカしくて人々の購入意欲も薄え市場も育たずメーカー側としても売り上げにブレーキがかかったようになり十分に伸びないユーザー側メーカー側双方にとりよろしくない状況だったそんな状況を解決するためにメーカー側が登場させたのがシステムコンポーネントであるシステムコンポーネントにはコネクタや 回路の相性の問題を解消できるというメリットだけでなく外観デザインにも統一性を持たせることができるという大きなメリットもあった。部屋に置いた時に統一感があるかないかごちゃごちゃした印象を与えるどうかということはとても重要なことである。メーカー側としてはシスコンを用意した主たる狙いはユーザー側にとって理不尽な状況を取り除くことで 購入者が安心して購入でき、市場の裾野を広げることが主な目的であるので、比較的低価格な価格設定にもなっていて、人々から大歓迎された。ユーザー側は、まずシスコンを購入することで、ともかくまともに作動し音楽を聴けるセットを入手することができた。メーカーは、最初に設置するときのための設置ガイドの類も用意でき、具体的にどのコンポーネントの どのコネクタからどのケーブルでつなげばいいのかも具体的な図入りで統一的に詳細に掲載することができた。その組み合わせの時にぴったりの長さのケーブルも用意できた。設置ガイド通りにケーブルを繋いでいけば音が出るので、各外のメーカー系列の電気店でも店主がその設置ガイドを読みつつ設置すればよいので、街の電気店の商品として売ることができた。 かなりの価格になるものなので、メーカーにとっても、またそうした小さな電気店にとっても、売り上げ、収益に貢献するとても良い商材となった。オーディオのことやエレクトロニクスのことはさっぱりわからない、人でも購入できるようになった。購入したい人は、自分の街のメーカー系列の電気店に頼めば、商品を持ってきて店主が設置してくれて、実際に、 音が出るようになるところまで責任を持ってくれた。もし一万一設置時に最初から一度も音が出ない事態になった場合でも購入者は悪くないという事実は明らかなので電気屋の店主に音が出るまで何度か努力させるかそれでもダメならそんな役立たずな製品は突き返して金を払わなければよかった音が鳴らない場合の責任の所在がどこにあるかはっきりするようになり 泣き寝入りする必要がなくなり、確実に音が鳴るセットを入手できるようになったので、購入者側は高額商品にもかかわらず、かなり安心して購入できるようになった。ユーザーは、一旦シスコンを購入したら、そのままずっと使い続けてもよかったし、あとは、各人の好みや、こだわりや必要性に応じて、各コンポーネントをグレードアップしたり追加してもよかった。例えば、 スピーカーユニットだけをさらに高性能のものに変更したり、レコードのターンテーブルだけを変更したり、あるいはその時代時代で登場する新たなタイプのプレイヤーを追加することもできた。システムコンポのブームが一段落した後、さらに一回り小さいミニコンポや、もう一回り小さいミニミニコンポが現れた。その後に現れた左右のスピーカーと本体という三ピース構成で、 ある種のコンポ以前への先祖返りとも言える、高性能オーディオシステムまで含め、ミニコンポと、今日では全てを含めて総称しており、オールインワンタイプの製品に次ぐ、普及体のオーディオ製品となっている。ミニコンポは一般にシスコンである。2010年代には、システムコンポではなく単品コンポ的なスペックとごく、小さな筐体サイズという新しいコンセプトの製品が、 東和電子から南武コンポという名前で登場した。ありがとうございます。